いや、出たらですよ。出ない可能性の方が高いから。もしもし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 。そもそも気遣いとか心配りとかゼロだね。本当もう子供が大人になっただけだわ。けだわ。わいわい。中国の陝西省にあるこちら、これは一体何でしょう。何、初めて見た。さあこれは何でしょうか。はい、誰も知らない。謎の建物じゃないんです。ちょっと、はい、テレビ局。お、なるほど、違いますね。なんでためんだよさ。全然違います。なんでため、期待しちゃったじゃないかよ。全く違います。はい、トイレ。トイレ。縦長のトイレですか。いいじゃん。いや、意外性よ。さあ、はい、ボーリング場。違います。おい、二度はひどいぞ。何なんだこのチームは。マリコさん、全然違います。ちょっとピンみたいじゃん。これは町の重要な役割を果たしてます。まあいろんな問題がありました。はい、浄水場。浄水場。違います。でもいいですよ、だんだん来てます。はい、あのでっかい空気清浄機。正解でございます。さあそれでは正解した二宮さんにはカレーライスのご褒美でございます。こちら片栗粉でとろみをつけているカレー味のあんかけご飯になるんですね。はあ、うめ。あ、そうですか。どうですか、我々が食べてるカレーといいんでしょうか、想像しても。うん。一緒だとは思うんだけど。辛さはあるんですか。辛みはあるよ。でも豆板じゃない。豆板です。もうほっといてくれないから。うまいんだから、うまいのは分かってんだから。聞きたい。